バスケットボールは数多あるスポーツの中でも非常に運動量の多いスポーツです。 28×15m の長方形の中で短い距離を素早く動くアジリティと、それを40分間続ける持久力が必要な極めて激しいスポーツです。そんなスポーツである男は27年という信じがたいキャリアを歩み、日本バスケ界を牽引し続けました。試合になると選手として、コートを出ればオーナーとして彼が戦い続けた27年間は長く濃密なものでした。トヨタ時代、ファンを無視する嫌われシューターは北の大地で多くのブースターに慕われるレジェンドとなります。